キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、毎年恒例梅雨時、はい、梅雨明け、うん、夏前、はい、ビッグイベント、はい、とうとうやってきました。野球界をざわつかせ、はい、12球団トレードに出してあげた方がいい選手企画。まあもう毎年恒例4回目ぐらいの企画ですね、もうね。そうそうそう、すでに、うんうん、でも これはもうね、はい、浸透してきて、はい、ポジティブ動画として。そう、最初はえ、そんなこと言うんですかって思ったけど、うん、もうトレードはポジティブ、トレードで成功してる人いっぱいいるから。そう、現役ドラフト見て、はい、もう細川と大竹なんでもう、うん、オールスター出るんちゃうかっていう勢いだからね。本当ですよね、うん、環境を変えただけでこんなに変わるんだって、ね、あとロッテの大下見て、はい、ずっと一軍いいんだよ、はい、ずっと二軍だったのに、はい、ほぼほぼ、うん、でも大下のね、肩書き変えるわ俺、はい、神戸の大下だったんだよ、はい、神戸グリーンスタジアムの時だけめっちゃ打つね、はい、だけね、うん、だから俺神戸の大下って言ってたんだけど、はい、神戸の大下じゃなかった、はい、実は、うん、兵庫の大下だった。あ、甲子園でも売ってたもん、はい、兵庫がいいんだよ多分。あ、でも環境が合うんですかね、うん、空気が合うのか、うん、でも結構頑張ってるしな、はい、現役ドラフトの、うん、まあ、広島のトレーとかもね、はい、まあ、行ったり来たりだけどいい感じでもできてるしね、うんうんうん、そう考えたらよ、はい、はもうポジティブだから。トレードはポジティブですね。そう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 、うん、だってまだできるっていう人は出ていくわけですからね。そう、もうダメなやつ言わないからね、はい、こんなのもこんなやつもどこ行ってもダメだよみたいなやつ言わないからね、うんうん、そうですね。俺が名前挙げるってことは、うん、まだチャンスあるよと、うん、でもこのチームじゃもうちょっとチャンスないから、うん、それだったら他に出してあげて、うん、チャンスあげた方がいいんじゃないのっていう選手だから、ね、はい、俺は期待してる選手だから、うん、お、期待されてる選手を挙げていく、はい、まあね、うん、オープニング、はい、初っ端は、うん、サムネにもあるように、はい、巨人です。お、いきなりもう今だって巨人大事だから、はい、ちょっともう補強とかした方がいいんちゃうかっていうね、うん、だってK 鈴木と、はい、ね、疲労がトレードしたようにね、うんうん、まだ動くんちゃうかっていう中で、はい、早めに出しとかないと、うん、動かれたら困るからね。そう、そうですね、はい、だからトレードあるかもしれない球団から出ていくかもわかんない。この動画を出す順番ですね。だって7月31日が期限だから。そうか、そうか、うん、やっぱこのね、うん、後の方にだから俺がこう順番今思いついたけども、はい、これあれだね、トレードあるかもね、チームから出していくかもしれない。わかりました。そうじゃないとな、はい、トレードをせっかく取ってんのに、うん、トレードになった後だったらね、もう行われちゃったらね、うん、あれだから、うんうん、今日巨人から、はい、一番まだトレードありそうだから、ね、はい、巨人はね、まずピッチャー、はい、この選手を出してあげましょう、はい、高橋優輝。高橋優輝投手か。そう、ドラフト1位、うん、もう、うん、トレード。いや、私去年とか一昨年とかにもう優勝するのは高橋優輝投手が鍵だっていうぐらい、なんかすごい結構、ね、うん、まあ、期待というかジャイアンツ活躍するだろうなって思ってたんですけどね、先発として、うん、まあ、今年はね、うん、1軍で4試合登板、はい、先発3試合っていうね、うん、まあ、ロッテ戦はね、先発が平内が行って、はい、まあ、第2先発みたいな感じで4回3分の1投げて、うん、ロッテ打線を、ね、1失点で抑えて、うん、で次ね、先発やって、はい、オリックス2回3分の1で、うん、2失点というところでね、はい、まあ、これが1軍最後の、うん、今登板になってるけども、はい、俺はまだね、高橋優輝いけると思うんだよ、うん、いけると思うけど、はい、もう巨人ではチャンスないと思うの、うん、だって菅野も復帰してきた、はい、で、戸郷がいる、うん、で、横川、はい、で山崎伊織、うん、でメンデスもいるし、はい、うん、あと赤星とかも投げるし、はい、うん、あとグリフィンもいるから、うんうん、チャンスないと思うね、うん、このままいても。そうですね、でリリーフは今村とかも帰ってきたし、はい、で高梨もいるし、うん、左ね、うん、だからチャンスないと思うね、このままいても。でも俺、うん、このオリックスの試合も、はい、交代して惜しいのよ、はい、まあまっすぐ、両コースまっすぐでスライダーっていうところで、うん、ちょっと今チェンジアップの制球力が悪いのよ、はい、これチェンジアップの制球力さえしっかり来たら、うん、いい形でいけると思うから環境変えようっていう、はい、しかも巨人でもチャンスないから、はい、まだいけると思うね、うん、高橋優輝。そう、チャンスはもうないのか。今の巨人だとちょっとなかなかね、26歳からまだ若いから。そう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 、俺まだね、チャンスあるから、はい、しかもね、うん、やっぱ巨人がここから逆転していくためには、はい、まあ、そこなりにいい選手を取ってこなきゃいけないわけじゃん、はい、特にリリーフね、うん、含めて高橋だったら取れるでしょ、はい、俺は高橋かなりいい存在ですよ。いや俺は高橋ね、はい、いいと思う俺は、はい、
トレードに出した方がまだいけると思う、うんうん、はい、でチャンスないしね、うん、でも惜しいの投球見れても全然ダメだと俺は思わない。ちょっと変えたらこうグッといくかもしれないってことですね。そうそうそう、全然いけるから、うん、俺はもうチャンスないんだったら、まあ、出してあげた方がいいんじゃないのかなっていうね、はい、であとはね使わないんだったら、はい、あの桑原、直近だと、まあ、6月4日ね、うん、日本ハム戦、はい、4失点っていうところにね、うん、あるけども、はい、使わないんだったら、はい、俺はいいんちゃうかって思うんだよ、ね、でも欲しいとこあると思うんだよね、うんうん、いいと思うからね選手的には、うん、であとはね、野手、はい、野手はね、うん、もう筆頭はね、はい、好選手、はい、松原。あそうですね、いや使わんやろもう松原。一軍にはいるんですけどね、うん、うん、でももうだってさ、うん、多分そのこれ交流戦の最後でさ、はい、先発投げへんからさ、うん、先発を抹消して、はい、間も上がってきてるから、はい、多分その先発が投げるときに登録したら落とされると思うね、うん、あそっか。で今年29歳の年やろ、はい、いやもうギリやろ松原。だってもうだって外野はさ、はい、だって丸が復調してきました、うん、でウォーカーとか外国人もいるし、はい、で梶谷でしょ、うん、でオコエでしょ、はい、秋広でしょ、うん、秋広使うわけでしょ。あ、まあそっか、うん、そう思ったら枠ないですね、もうね、ないのよ、うん、で松原なんてなんか3割ぐらい打っていい活躍してんのに、うん、次の年いきなり補欠とかになっちゃうじゃん。そうですよね、だって130何試合とか40試合ぐらい出た年ありましたもんね、うん、で重信とかがもうダイソー要員でいるわけでしょ、うん、ってなってきたらさ、チャンスないやろ、うん、それだったら本人のためにも、はい、もう30にもなるしね、うん、来年、はい、再来年か早生まれだから、うん、俺はトレードに出してあげてもいいんちゃうかなっていう、そんでいい選手を取ってこようっていう、はい、やっぱいい選手取ってくるためにはそれなりの選手を出さなきゃいけないからね、うんうん、そうですね、うん、であとは北村、うん、あ北村若林、はい、この2人。いやだってもう門脇とか使っていくんやろ。そうですね、中山とか坂本選手の後もちょっと門脇選手とね、うんうん、中山選手っていうのが来てるとちょっと厳しくなってきますね。そう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 、うん、ってなったら使わないんだったら、はい、ね、北村とか、まあ、同一リーグだけど、うん、中日の代打とか弱いから代打とかいいかもわかんないしね、はい、若林もスイッチいいしね、はい、感じ的に。そうですね、だから野手は使わないんだったら、うん、松原、はい、若林、うん、あと北村、はい、若林選手もあちょっと29歳なんだ、うん、こういい感じじゃん、はい、いい選手取れると。若林いい選手取れるよな、うん、外野を守れるし走れるしな、ね、スイッチで、うん、だから使わないんだったら俺は若林もいいと思うんだよね、うんうん、でもちもまた2軍に落とすんだったら、はい、おこえとかも、うん、取ったばっかだけど、いやもう、はい、おこえが使えるって分かったわけじゃん、はい、みんな。あ、まあそうですね、もういけるって、はい、でそれで、うん、もう今旬来てるわけじゃん、はい、でそれで、うん、お声を二軍に落とすんだったら、はい、もう、うん、お声のために出してあげた方がいいんちゃうかって思うところもあるし、はい、でも巨人のミスが合ってる可能性もあるからね。そうなんですね、お声にとったらね、環境的に、うん、だから俺こうお声やな一軍上げへんのやったらと思ってて、はい、動画撮ろうかなって思った前にオコエが一軍上がってきて、はい、またいい活躍してるから、うん、まあまあじゃあこのまま巨人だなと思って、うん、でオコエが活躍すればするほど松原とかもいらなくなるし、そうですね、であの若林とかもいらなくなるし、同じ外野ですからね、で北村とかも右だからいらなくなるしっていうところで、うんうん、もし使わないんだったら、はい、トレード、じゃあまあこの4選手ぐらいの中から出して、うん、リリーフやな、はい、まあ、リリーフ重要じゃん、うん、リリーフを取ってくる、はい、で俺考えたの、はい、今回のこの大型企画、はい、13回目あるのよ、はい、12回で終わりじゃない、13本目があるの、あるの、はい、13本目で誰をどこにトレードするかやろう、あまあちょっと組み合わせ考えて考えて、はい、これこうがいいんちゃうかっていう、うんうんうん、その俺が挙げた選手の中で、はい、こういいんちゃうかみたいな、はい、をやろうかなっていう。そうですね、うんうん、もしくは、うん、この選手取れへんかなみたいな、出さへんと思うけど、うん、この選手取れへんかなみたいな妄想、はい、妄想ね、妄想会をね、妄想会、はい、こんなの妄想会だから俺何の権限もないんだから、そうですね、妄想で言って、妄想と希望と、はい、その選手のために、はい、俺は言ってるだけであって、はい、じゃあ13本目は仮想トレードを行うってことで、そう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 、うん、
だってあのこの前も昨日かロッテの西村に会ったんで、はい、横浜スタジアムが帰るときに、はい、おーまあ、めっちゃいいじゃないか、うん、提供の関係者の人もめっちゃ喜んでたぞ、うん、はい、まあ、あれだもんな、別にトレードされてよかったよな、だって別にどこでも球団どこでも活躍できるとこが一番いいしな、はいっつって、うん、そりゃそうだよね、そりゃそうですよ、出られないよりは出たいですよね、出られなくてもね、どの球団でもね、うん、出れるとこ行った方が絶対楽しいしね、はい、うん、そういった意味ではね、うん、あの今回も力入れて、はい、まず巨人からお送りしましたけど、はい、ね、皆さんはね、うん、どう思うのかぜひコメント欄でお待ちしてます、はい。